皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、先週に続きましてコツナスキン今期のラノベ役一の注目作と言っていいんじゃないでしょうか。影の実力者になりたくての、感想動画で今回は、第2話の、正直する感想、一切忖度のない感想ですね、共に始めまして、この間はありで話していきたいと思います。ということで皆さんどうでした、影の実力者2話。僕自身ですね、まあ、先週も1話感想動画上げさせていただきます。それはね、概要欄にリンクも貼っておきますけれども、まあ、かなり厳しいことを言いました。正直微妙と思ってたんと違うという話をさせていただく中で、まあ、ツイートとか見てるとね、時系列を変えてきたと。もともと原作4巻とかの内容を先にやってきた、あの主人公はまあ転生する前の話を、まあ、一夜でメインでやってくるっていうところで、まあ、そこに、まあ、賛否も分かれたと思います。原作勢の方もこれいい改編なんじゃない、主人公のバックグラウンドとかも上がっていいんじゃないかっていう意見もあればね、あの最初からこれ違う、あの、ね、原作の入りのままやった方がよかったんじゃないっていう意見もあれば、またコミカライズだと、まあ、違うのかな、あの入りは原作通りっていうところで、コミカライズ勢がもうアニオリだっていう話になってたりとかね、まあ、ざわついた、一話だったのかなと思います。で、アニメ勢の方の中にも結構普通に面白いっていう意見もあって、お、楽しみですみたいな話もあればっていうところで、僕自身はまあアニメ勢というところで、見させていただいてる中で、まあ、1話はまあ厳しいことを言ったんですけども、まあ2話とりあえずね、まあ、また原作の時系列に戻るわけだから、これ楽しみに待てばいいんじゃないかっていう話がやっぱ多くて、まあここからまず楽しみにしてください、原作勢としても太鼓判をしますみたいな、やっぱ原作ファンね、あの熱い声もあって、僕はやっぱ2話もう非常に期待して、うん、まあ2話からやっぱ本番だなってすごい思い直してね、今回見させていただきました。その中でその2話がちょっと不評気味というか、なかなか原作勢からも厳しい意見が出てるという中で、僕自身どうだったかという、まずですね、ネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。迷いなくなりましたが、2話、正直ですね、非常に面白かったっすよ。いや、おもろい影の実力者と思って、あ、やっぱ原作の話に戻ったらおもろいやないかと思って感想を見たら、あれみたいになったのが、今回でした。原作はもっとコメディより、やっぱ勘違いコメディだよって話を聞いてて、まああの第1話はまあ中二病全開というか、まあ主人公がもはやもうあまりの中二病の中で、実はもう前世から強くてみたいなね、結構あの斬新な話でもあったのかなっていうのと、まあやっぱその、いきなり前世から始まったから、もうメインをがっつり描いたことによって、あれこういう作品なのかってやっぱすごい、なんて言うんだろうな、この、なんか驚きというか、あれあれっていう、なんか違和感なんて言うんだろうな。その、なんか疑問がすごい湧いた状態で見てた、ね。どういうことみたいなね。そう。っていうのが、まあ1話だった中で、まあ、今回2話。うん。あ、勘違いコメディってこういうことかみたいな感じで僕も見てたんですよ。結構楽しめたんですが、特にね、私あのお姉ちゃん、なんかブラコンっぽいお姉ちゃんがいいなと思いながら見てたんですが、あかんかったんかな、まあ、原作勢の話を聞くとやっぱアニメにうまく落とし込みきれてないというか、まあ、変に多分真面目にやっちゃってんですよね、うん、で僕的にはそこはいい塩梅に見えたんですけど、まあでももっとそれをコメディーっていうか、より中二病感を増した演出、描き方をすることで、まあ、カットもあるのかなっていうことをしたらもっと笑えるんかもしれないし、まあ、今回すごい笑いもありつつ、まあ、ちょっと感動しますみたいな、なんだかんだ、まあ、王道というか、まあ、アンチヒーローものというかね、うん、っていうとこもあったし、やっぱオーバーロード感をすごい感じた、うん、まあ主題歌も奥戸さんだしね、主題歌めっちゃいい、なんかめっちゃハマって、はーイエス、はー、なんか音程違いするけど、あの映像はね、なんかアニオリというか、なんか原作でも記憶にない映像みたいですけれども、うん、だし、あの今回の2話のね、オチも良かったし、いや、非常に面白いなと思いましたね、うん、なんか笑うとこもあるし、なんか真面目なとこもあるし、で、やっぱその、1話が生きてくる場面もあったんですよね。で、まあ、結論として、まあ、1話のね、時系列改編は今回2話で良かったのかっていうところなんですけど、まあ、やっぱね、これ別に1話にまとめてもいいかなって僕は思った。うん、やっぱその1話で、まあ、西野さんっていうキャラ出てくるわけですよ。まあ、ちょっとね、若干1話ネタバレになっちゃうけど申し訳ないけど、まあ、そこのね、下り、別に最後のね、バールのところ、もう下りは別に西野さんはあんなにめちゃくちゃ上行かなくてもできると思うんで、うん。ね、今回のとまとめてもよかったかなっていう感じはした。まあ、そこ、だからそのなんか、1話でなんで変えたんだとか、多分そういうことは言わなかったと思うんですけれども、うん。でも、普通2話面白かったし、やっぱりその1話のやっぱ要素も生きてたと思います。うん。っていうところで、まあ、ちょっと詳しくはね、ネタバレで言えたらと思うんですけれども、けど面白かった。
ったんですけど、そう、でもなんか2話の方が評価全体としてはやっぱ厳しい。原作での方が厳しい意見が多い分、またアニメ勢で僕みたいに2話に期待しようっていうのもいらっしゃったんですよね、結構ね、やっぱね。だから1話やっぱその、そもそも時系列前の話だから、そう、別に1話が例えばさ、つまらんから不安になるとか、そういうことは、やっぱなくなってたわけですよ。やっぱこんだけ原作勢の方からこう熱烈な、ね、声が上がっていれば、うん、ってことだし、海外評価もめちゃなくて、そう、1話のね、つかみ僕失敗って言ってたんですけど、失敗したんじゃねえのっていうことを言ってたんですが、あの、国内はね、まあ、配信とかはま、こっから現れてくるだと思うんですけど、うん、国内評価はま、少なく賛否分かれてるのが、海外やっぱかなり評価高かったみたいですね。うん、っていう中で、まあ、今回2話はまたガラッと変わってくるわけですね。1話とはま、また見え方としてはね。っていう中で、どうなってるのかなっていうか、国内は結構厳しい件の方が多かったような印象を受けますが、面白かったです、非常に。うん、だし、まあ、原作の良さもっとうまく表現できればね、もっと面白いかもしれないなっていうふうには思いました。はい。というところですかね。作家とかもいいし、主題歌もいいし、構成とかも良かったですし、うん、まあ、だからまあこれ1話で良かったんじゃないなって僕は思いもあるんですけど、まあまあ、でもその、やっぱその1話のね、その前世をやった分の、あの、面白さっていうのもやっぱあったと思います。うん。で、まあ原作とかもやっぱ多いですよね。まあ、飛ばしてなって感じはしたんですけれども、まあ見せたいところは、でも原作その出てないです。まあ4巻とかなのかな、うん、っていうところで、あの、割と新しいですね、作品だと思うし、なろう原作というところで、うん、こっから、まあアニメーションとかはね、やっぱ問題ないですけど、肝心のやっぱ演出が原作勢の方が思ってるのと違うと、やっぱ原作勢からどうしても厳しい評価になってくるのかなっていう感じはしてるし、その本当はもっとそのコメディー色が強い、もっと中二病感が強いっていうところで、やっぱ変に真面目にやることによってただただ痛い作品になっちゃってるよっていう意見はすごい見たんですけれども、うん、なんか僕は別にそういうふうには思わなかったんですけど、やっぱその原作ってやっぱそういう面では結構乖離っていうか、なんていうんだろうな、その、アニメやっぱ落とし込み切れてないんだろうなっていうやっぱすごい感じた、見てて。やっぱ前回のコメントいただいてるとこ見ても、やっぱすごいやっぱ支持されてる作品だなっていうのは改めて、もともとね、やっぱすごい、リクさん楽しみにしてくださいっていう話やっぱ聞いてたんでね、うん、っていうのは思いましたけど、期間4巻か。そんなに飛ばすんだね。原作まで4巻まで知れてなかったらね、3巻ぐらいまでやっても、まあ、いや、3巻までやったらまあ結構飛ばす感じになるかなっていうのは思いますけども。まあでも少なくとも、まあ演出面っていうかね、そこがまあ外れてくるとやばいかもしんないね。うん、で、まあアニメ勢でもだからその、あ、今回無理だってなった人もいるかもしんない。うん、で、僕は、おもれじゃんってなったの人なんで、まあ、そういう面楽しみにしたいし、バトルシーンとか盛り上がるとかは僕は盛り上がりましたし、結構やっぱこの先が、1話のオチがいいみたいになったんで、またね。うん、で、まあその勘違いコメディというか、そのオーバーローみたいなその感じもまたするからこそ、うん、僕は、あの、オーバーロードもね、そう、実は最初あんまダメだった人だったんですけど、どんどん好きになってきたっていう作品で、4期と4期まで、ね、途中で一回切ったんですよね。これも前期散々話したんですけど、っていう中で、うん。面白かったと思いますよ、僕は。非常に良かったと思いました。はい。っていうところで、まあ、強いて言えば1話と2話で、なんかもうちょいやりようあったかなって思ったぐらいですね。うん、まあ、1話やっぱ前回、まあ、結構厳しいこと言ってたんで、まあ、その、そういう面だらね、まあ、多分、2話、なんかの、今回2話からいきなり見てたら、よくあるなろうで終わってたんじゃねえのみたいな話もあるんですけど、まあ、確かにそうといえばそうなんですよね。っていうところはあるから、まあ、前回、例えば今回の話を見てても、あの、期待値は超えてきませんでしたって言ってるかもしれないですけど、やっぱ期待してたからね。でも、あの、やっぱその、その、1話で正直ちょっと、やっぱ期待感は下がってるんで、僕も。だから、まあ、その、ハードルはま、若干低いかもしれないけど、ね、でも面白かったと思いますけどね。主人公のキャラクターというか、まあ、あとなんかその、中二病設定もうまく効いてたし、まあ、ヒロインちゃんはどうなんだろうな、まあ、可愛いというか、まあ、お姉ちゃんがいいなって思いながら僕は見てたんですけども、シャドウガーデン。なかなか、いいんじゃないですか。で、僕は2話以降も、てか3話以降か、もう非常に楽しみだなと思いましたし、まあでもちょっと厳しいかもなっていう、やっぱその世間的なところとしてはね、やっぱその原作勢の声ってやっぱすごい大きくて、やっぱ先の展開を知ってるからこそさ、ここ面白いからマジ見てくれってなるじゃないですか。で、僕もやっぱまずこれもう切るつもりマジ1ミリもないんで、本当に、あ、全20話2クールだ、全20話か、そうか、2クールで20話っていうことは飛ばすはずないんだけど、なんでこれ飛ばしてんの？飛ばしてるんですよね。なんか原作勢の方の話聞いても、やっぱカットも多いっていう話聞くんですけど、まあ、構成は悪くないよね。でも飛ばしてあそこの引きにするんであれば、っていう感じはしましたけどね。まあいろいろちょっと難しいね、この作品はね。っていうのは思いましたけどもね。面白かったよなっていう感じです。はい。原作ファンがね、こううまくハマってくると、やっぱそこのやっぱお声って大きいんでね、本当に。あの、まあ、今チェーンソーマンもね、昨日感想とか上げた時も、まあ、すごいやっぱね、あの、賛否分かれつつ、私はね、ちょっと言ったのでね、はい、で、まあ、そう、原作読んでるからこそね、っていう思いはすごい分かるし、で、まあ、この作品に関してはね、もう本当、
どうなんだろうな。まあやっぱその原作は面白くて、でもその解釈違いみたいなやっぱすごい起きてる感じがしてるのがちょっと悲しいというか、まあだったら僕はその原作の解釈でも見てみたいなっていう感じがしてますね。うん、っていうふうに思ったかな。はい。まあアニメっていうとうまく盛り上がってくる、まあ注目度はやっぱ確実に高いですね。なんか国内やっぱ配信も人気は今のところすごい高いと思いますし、まあ、海外評価めちゃくちゃ高いですし、うん、やっぱラノベ枠で一番注目作だと思ってます、僕自身は。うん、でまあコメントとか見てもやっぱ一番注目されてるなっていうのは、一番期待されてるなっていうのは思いますんで、ここからうまくね、面白くなっていくと、面白い、別に僕は面白かったんで、ここからめちゃくちゃ楽しみですし、そう評価としても上がっていくといいのかなっていうのは思いましたが、難しいんですよね。そう、この中二病設定、この勘違いコメディがそもそもどんだけ受けるのかって思ってたら、そう、逆になんかちょっと真面目な路線になっちゃったみたいな話を聞くと、難しいな。個人的には結構ハマりそうな感じの2話では受けて、そう、っていうところではね、ちょっと、まあ、楽しみに見ていきたい。まあ、1話があえて真面目だったっていうね、話も聞いてまして。という面では、まあ、2話すごい楽しめたなって印象だし、僕はめちゃくちゃ盛り上がって見てましたよっていうところで、すみません、長くなりましたが、ネタバレなしの、ね、感想を以上しまして、これネタバレの感想という、ちょっとネタバレなしも長くなって、ネタバレで、ね、簡潔に、なるべく話したいなと思うんですが、ネタバレの感想としてはですね、まあ、やっぱその勘違いコメディっていう中で、まあ、主人公がまあそのシャドーガーデンでも作るわけで、ディアボロス教団とか言って、なんかまあ言って、最初ちょろいなって言うじゃないですか、ヒロインに。これ何がちょろいって言ってるんだろうなって結構気になってたんですよ、最初のセリフが。で、僕引っかかってた中で、あ、ちょろくこれディアボロス教団とかなんかまんまと信じてんなって意味だったんね、多分ね、そういうことだよね。うん、っていうところで、そう、なんかそういう回収みたいなのも面白かったし、主人公がまあなんか明らかにこう中二病設定を全開でさ、なんか魔力、なんか暴走みたいな感じで、なんかとんでもないすごいになってるんですね。あれ人なんだね、元からね。もう僕主人公はなんか人作ったんが最初思って。話がようわからんみたいな話も聞きなってたんですけど、まあ僕は原作でもね、こうやって動画上げてるとやっぱすごいね、コメントいただけるん、まあありがとう、本当いただいてますんで、ありがとうございます、本当にね。で、結構やっぱね、もともと原作理解みたいなのが結構あるんかもしれないですけど、まあ話も全然わかりましたし、面白かったですね。主人公がやっぱその、なんかすごい中二病っていうのが、まあ前回見てたからこそね、そこも行きつつ、で、ディアボロス教団で、実は本当はあるんや、みたいな。そこを多分、なんか、春日みたいになったのかもしれないね。そう。なんか、主人公が行ったからできてしまったのか、とか、そういうのもちょっと気になったりもして、そう、面白かったし、そう。いや、ま、偶然あるっていうパターンもありますけどね、それね。こういう作品だとね。っていうのも面白かった。実際にそういう組織があるんだ、みたいな。とか、敵もちょっとバックグラウンドが若干見えてさ、もともとはすごい家族対戦して、でもなんか、ここの屈するしかなくて、なんか今やってます、みたいな。なんか、そういうのも見えてきた中で、主人公はもう容赦なく殺していくわけよね。で、やっぱこれ1話で、まあ、人を殺してたからこそ、まあ、悪いやつ躊躇なく殺してたからこそ、なんか今回もね、なんかまあ元々結構主人公やべえやつなんじゃねえのみたいな言われたらしいですね。っていう中で、そう、まあ、おばろとか見てたらまあ何も思わんというか、おおみたいな思うだけだったけどね。いや、そういうのはなんかやばい先見すぎてんのかもしれないですけども、まあ、ある意味そこは良かったのかな。でもなんかそこのやっぱバックグラウンドもあったからこそ、別に全然気にならなかったですし、あ、おもれえとか、あ、かっけえとか、めっちゃ強えなみたいな。まあ、主人公は最強系だと思うんですけれども、なんかすごい、その元々の力、前世のその、や、叱ってきたものも生かしつつ魔力を使うから、やっぱそこに面白さがやっぱね、プラスされてるというか、あんまないじゃないですか、前世が強いっていうのは。だからスタートのご都合主義にも見えないし、なんかよりその主人公の魅力が光る。やっぱそういう面でやっぱ一番良かったっすね。ここのやっぱ描きっていうのは。でも一話なんだかんだ成功してんのかもしれないね、個人的な中ではね。まあどう、まあちょっとね、なんかちょっと世間、なんか僕も若干ちょっと乖離、なんていうの、その評価がこう、1話がいいって言ってる人って2話がダメって言ってる人もいると思うんですけど、そう、なんか難しいなと思ってるんですけど、まあ僕は面白いなって少なくとも思いましたし、っていうところかな。主人公がね、なんかそう、ずれたとか、なんか結構その、その、なんていうんだろうな、面白かったというか、主人公なんかはね、嘘泣きとかしたりとか、なんかところどころなんかすごい、まあ、適当な感じもあるし笑わせてくれるような、あと赤ちゃんの髪が生えてるのがおかしいみたいな感じも、もういいんじゃない別にさ、そこに全然こだわらなくていいと思います。だって異世界でしょ、異世界なのかな、はい、っていうとこですね。で、お姉ちゃんがね、そう、なんか主人公に厳しくて、ね、めっちゃ才能があってみたいな、お姉ちゃんが才能あるみたいな感じなんですよね、この作品って。で、お姉ちゃんが捕まって、で、弟になんか手出すみたいな、弟も捕まえてくるみたいに、犯人が言って、主人公に、うわーって言って、バーンって取るんよね。なんだこいつとみたいな。でも、これね、面白い展開になるなっていうか、こういうの好きですね。はい。っ
ていうのは思ったし、味方めちゃくちゃちょろいよねってとこもあるんですけど、そうなんかあのアルファでしたっけがどっから仲間集めてきてるのみたいな、で最後解散ですかみたいなさ離れますみたいな、あなたの元離れますみたいな、これ引き良かったっすよえみたいな、うん、面白かったですよ、うん、やっぱ面白かったし、バトルシーンもすごい盛り上がりましたね、あそこに関しても、うん、っていうところで、まあ、うまく笑わせていただきつつ、まあなんか変に真面目にしちゃったっていうのも、僕はなんかすごいそこは面白く映ったというか結構盛り上がりましたね、うん、キャラクターもお姉ちゃんと立ってたし、まあ後のキャラはまあアルファだけかな、まあ、あとはちょっとまだまだ分からないキャラばっかりなんですけれども、で3話以降どんな展開になっていくんだろうっていうところで、うん、非常に楽しみになりましたね。まあでも結果としてはまあ一夜のやっぱ描きも良かったのかなっていうところは見えてきた。どうなんだろう、まあまた多分2話もし例えば原作もこういう範囲なのかな、完全に2話からって感じなんですかね。あのまあそこにもよるかなとは思うんですけどもね。まあうん、まあやっぱ1話いろいろ思うこともありましたけれども、その1話の設定が生きたやっぱ2話であったのはやっぱ間違いないし、制作人の意図はここは感じましたね。やっぱうん、前回はすごい厳しいことずっと言ってたわけですし、もともとこれで人気なんだし転生前なんて興味ないよねとかいうことをえぐいこと言ってたんですが、まあやっぱうん、それを知った上で2話見るっていうのはまたその違った見え方がするというか、まあやっぱワンクッションというか、まあ一つ説明みたいなところが置かれてる、うん、なんか理由付けみたいなやっぱできてるから、うん、そういう意味でやっぱり良かったなと思って、まあ、これがちょっとね、結構厳しい評価になってるのがちょっと悲しいなと思いつつ、ね、僕自身は3話以降も楽しみに見ていきたいなと思いますしね。まあ、やっぱね、あの1話でいろいろとね、これはこうだって思わない。まあ、これ、まあ、やっぱ期待して見て良かったですね、本当にね。いかがでした？原作ファンの皆さんもありがとうございますというところですが、肝心の原作ファンの皆さんはどうでしょうか？これ、ね、アニメーズの方もぜひね、見られた方は感想、コメントいただけますと嬉しいです。はい。ということで、ね、今回の影の実力者になりたくて2話の正直知る感想以上となります。このご視聴いただきありがとうございました。まね、来週以降も引き続き感想動画上げていくかもしれませんし、それがね、今期どんどん上げてますので、動画ね、ぜひこの機にチャンネル登録や高評価もしてきますので嬉しいです。というところで、はい、以上としたいと思います。このご視聴いただきありがとうございました。